日本陸上競技選手権大会は、陸上競技の日本一を決める大会である。日本陸上競技連盟主催、トラック競技、フィールド競技の男女合計36種目を実施する。毎年6月に開催し、夏季オリンピック、世界選手権などの国際大会開催年は、日本代表の選考会を兼ねている。単に、日本選手権とも呼ばれている。 1> 第1回大会は大日本体育協会が主催し、第1回全国陸上競技大会の名で1913年11月1日2日に、陸軍富山学校新運動場を会場として19種目の競技を行った。100メートル400メートルなどに加えて、立高跳び、立幅跳び、ベースボール用球投げといった種目を実施した。この後、体育協会が、 第11回まで大会を主催した。体育協会と関東の私立大学との対立が影響し、1924年は大会が開催されなかった。1925年に全日本陸上競技連盟が成立し、同連盟が第12回以降の大会を主催した。第12回は女子の競技を開始した大会でもあり、100メートル、そ高跳び。 王岩投げなど7種目を行っている。1928年の大会では、一見木上が100メートル、総幅跳びの2種目で、世界新記録を樹立している。第二次世界大戦の影響により、1941年の第28回大会が中止となり、1942年の大会は行われたものの、 1943年から1945年までの間は開催されなかった。戦時中に全日本陸上競技連盟は財団法人日本体育会の一部門となっていたが、戦後に日本陸上競技連盟が組織されて1946年に第1回国民体育大会を兼ねる形で大会を再開した。年を追うごとに競技種目を整備し、直近では2006年の 第90回大会に女子3000メートル SC を追加した。2001年の第85回大会以降の開催時期は6、7月となっている。戦前は関東と関西で主に行われていたが、1947年に福岡県八幡市で開催されてからは地方で行われることが多くなった。その後、1958年に国立競技場が完成すると、 長らく道場を中心とする首都圏開催で定着していたが、1996年の第80回以降は、全国各地の第一子公認陸上競技場での持ち回りに移行した。本大会では、トラック競技、フィールド競技の男女各18種目計36種目が実施される。次の種目は、日時、会場を分離して実施されている。 2021年現在、日本国籍を有する日本陸連登録競技者で、以下のいずれかの条件を満たす必要がある。各種目でのエントリー数が出場可能人数を超えた場合、上から順番に出場が決定し、申し込み資格記録は記録の高い競技者が優先される。2001年の大会までは、外国籍の選手も正式参加として、 順位も認められていたが、2002年の大会からは、外国籍の選手が出場しても、オープン参加の扱いとなる。党大会は年度により、各国際大会の日本代表選手、先行協議会を兼ねて実施される。2013年現在、指定期間内に参加標準記録 A を突破し党大会で優勝した選手は代表内定となる。 また2013年第14回世界選手権の代表選考から日本陸連による派遣設定記録が導入され、記録 IAF が定める世界選手権参加標準記録 A よりも高い数値に設定された。指定期間内に派遣設定記録をクリアし、同大会で8位入賞以上の成績を残した選手は代表内定となる。これら以外は、 日本陸連理事会の協議によって代表選手が決定される。選考基準、派遣人数は年度や各大会により異なる。詳細は各国際大会記事を参照。ありがとうございます。